はい、こんにちは、レトルトと申します。できる男のモテライフ実況プレイ始めていきたいと思います。この実況を見るとね、モテます。あなたモテることができるようになります。最近俺も、このゲームやってモテたような、もうモテた気がします。はい、悲しいです。で、前々回同僚編やって、前回美容師編やって、一応この二人落とすことはできたのかな。で、今回映画をね、女の子と見に行った時に、どうやったらモテるようになるかっていうことを学んでいこうかなと思います。これ全部やった時は多分めっちゃモテるようになるね。これ映画編、謙虚に相手の意見もよく聞いて、キラリと光る見識も見せる。それが同行の女の子と仲良くするコツです。まずは謙虚に相手の意見を聞いて、プラスの知識で攻めるっていうことだね。ここが意外にヒントになってるから、いきましょう。映画編、某日社内にて、会社の同僚なのかな旦那さん、新聞取るとモテるよ。マジか新聞屋さんからもらった映画のチケット。うーむ、ペアチケットか。もう完全にベアチケットだけどね、それ。一人で行くのもあれだし、ガンダムかな、あれ。ガンダム女の子誘うの微妙だな。あ、いいね。なんかちょっと後輩っぽさあるよね、この子。カンタさん、お疲れ様です。かわいい。お疲れ様。お、なにこれ、あのストラップ。はわ、あれは。どうしたどうしたどうした、あれ何、あれ何。映画のキャラクターストラップ、これは知ってるとこをちゃんとアピールしていった方がいいよね。やっぱ共通の趣味っていうのはね、仲良くなる一番の最大のね、コツというか、あれポイントですからね。あれはエドワーズストラップ、エドワーズストラップ、ティム・バラモン監督のハンズ・オブ・シザー・アタックスか。なる、詳しい。なんともマニアックな。あ、カンタさん、知ってますかこれ。かわいい。うるうる。もちろん。へぇ、高砂ちゃんって映画好きそうだな。高砂ちゃん、珍しい名前だね。ここは、当然映画には誘うしかございませんよね。ここは絶対合ってるよ。よし、誘ってみるか。すいません。ほい？高砂ちゃんって確か映画とか好きですか？あ、はい。映画のチケット無料引き換え券があるんだけど、一緒に行きませんか？でもこれ嫌われてたら絶対行ってはもらえないんだよ。映画ね、2000円ぐらいなんで。で、嫌いな人と行くぐらいだったらね、払ってまで普通は一人で行くからね。ただ券もらったんすよ。え、本当ですか？行きますよ、ありがとうございます。おお、いいね。デートの約束がもう簡単に、とも簡単に。じゃあ今週の土曜日はどうかな。土曜日ですか？土曜日はフランスの映画監督リック・バッソンの講演会に行く予定なんですよ。ガチの映画好きだな、リック・バッソン。リック・バッソンといえば、リック・バッソン、さっき相手に合わせつつ見識も見せるって言ったので、一番上はない。知らねえはダメ。D しかないな、これは。結構好きです。一発でいこう。バッソン。いいですね。いいですか？ええ。そうなんですね。結構好きですよ、バッソン。へえ、そうなんですね。ええ。映画ですが。日曜なら大丈夫です。さっきの良かったのかな？あんま知ってない感じ、知ったかな感じになっちゃったかな？じゃあ、日曜日で。はい、楽しみにしています。笑顔がいいね、日曜日。定期的な顔やめ。そういえば高砂ちゃんと会社以外で会うのは初めてだな。私服見れんな、嬉しいね。私服がセクシーじゃない、これ。可愛くない、これ。やっぱり私服姿も可愛いな。お待たせです。お疲れ様。こっちはスーツか。じゃあ早速映画館に行こうか。はい。やっぱ可愛い。ガチガチ。急に緊張しだしたな。そうそう、神田さんは普段よく映画とか見に行かれるんですか？俺はやっぱ行くって言った方がいいよね。よく行くよ。ミニシアター系の映画も好きだし。見るのは話題作くらいかな。ミニシアター系の映画好きって言っとく？もちろん。
よく行くよ。ミニシアター系の映画も好きだし。ちなみにレトルトミニシアター系って意味わかんないです。そうなんですか？うん、私もミニシアター系好きなんです。神田さんが好きなミニシアターってどこですか？恵比寿ガーデニングシネマ、東洋シネマズ、東方シネマズのことだよね。あれってミニシネマって言わなくない？道頓堀劇場。ミニシネマってなんかさ、ちっちゃな映画館で見に行ったら3つぐらい見れるやつとかってことかな。恵比寿ガーデニングシネマ、よく行くのは恵比寿ガーデニングシネマかな。あ、よし、オッケー。道頓堀っていうなんかちっちゃそうなイメージで行かなかったのよかった。多分これミスリードだったんだよ。お、そうなんだね。もしかしたらどっかで会ってたかもしれないですね。そうだね。いいよいいよ、いい感じよ。着いちゃいましたよ。着きましたね。たくさんやってますね。うん、どれがいいかな、迷うな。何でもいいんだ。ただけん、どれ見ます？マジックボーイと相撲部屋。うん、犬エモン。ワイルドバング、アメリカ。すげえいっぱい映画あるじゃん。むずいな。話題作、子供向け、高砂ちゃんに選ばせてあげたいな俺。せっかくだからね。監督で選ぶも良さそうな感じはするんだが、監督の話出てたから監督が良かったのかな。じゃあ高砂ちゃんが選んだらいいよ。え、いいんですか？もちろん。じゃあ選ばせてもらいます。どうぞどうぞ。じゃあですね、アメリカだった。早い、決めるのが。へへへへ、もうこれ見たかったんですよ。へえ、ありがとうございます。これでも正解だったっぽいな。映画といえばポップコーンですよ。神田さん、ポップコーン食べます？もちろん。俺はね、いつもキャラメルポップコーンと普通のポップコーンがどっちも食えるやつがあればそれがいきたいんですね。基本的にキャラメルポップコーンの方が好きだな俺。普段食えないからな。ここ難しいな。僕がおごるよ。割り勘にする。機嫌よくおごってもらう。買うのやめる。割り勘にしよう、ここ。うん。映画の券まで出して、こっちもポップコーンおごるって言ったら、ちょっと相手もちょっと遠慮しちゃうから、割り勘ぐらいがいいと思う。いや、これぐらい出しま。はい、200円。ポップコーンでそこまで？ちょいおかしくないか。そんなダメか。いいね、いいと思う。結局割り勘が一番なんかこういうパターンの時いい気はしたんだけどな。うん、付き合ってるわけじゃないからね。映画を見る時のマナーはどれ？携帯の電源をオフにする。パンフレットを2冊買う。眠気覚ましのガムおじさん。女の子の手を握る。携帯の電源オフにしましょう。映画にかける思いは強そうだからな。正解。ポップコーンだけかな、今んとこ間違ったの。まもなく映画を上映します。携帯電話の電源をお気になるようお願いいたします。前の席を蹴らないようにご注意ください。もう映画泥棒がドゥッ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 ってやってるとこだよこれ。上映中のお皿は禁されてますのでロビーにてお願いします。わざわざ出て閉するんだ。上映いたします。お皿禁止だったんだ、気をつけよう。っておかしくないか。上映開始だな。めっちゃ立ってんじゃんこいつ。あ、死後がうるさいカップルがいるのかなこれ。おならって言ったべ今。あはは。上映してるにもかかわらず前の席のカップルがぺちゃくちゃ喋っていてうるせえな。高坂ちゃんも迷惑そうだぞ。あー、注意、見て見ぬふり、咳払い、タコサゴちゃん、高坂ちゃんに注意。咳払いぐらいがいいかなこれ。見て見ぬふりも B と D はないよね。 A になってちょっと揉めるのも微妙だから C ぐらいにしとくかな。うるさい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 。神田ちゃん大丈夫ですか？いや大丈夫ですよ。少し周りの迷惑なんで。
外に出た。しまったー。バチッと注意すればよかったか。寝てる。しかも白目向いてるし。むにゃむにゃ。あれ、今の寝言は？お母さん、高砂ちゃん、犬、死にたい。ちょっと高砂ちゃんに言ってみようかな。今なんか失敗してる感あるし。え、私？なんだ？どんな夢見てるのかな？あ、でもちょっといい感じ。お母さんごめんなさい。いいの。お母さん分かってたの。うわっ！なんだこのシーン。つまんねえ。ゴー！ Yes, boss！ 一体どんな映画なんだ？はやー！くす。いい！最高！これなんかダマそうだな。ダマそうだよね、これ。そうだよね。いまいちだったな。残念。あら、高砂ちゃんの表情もパッとしない。つまらなかったのかな。つまんない。お腹減った？いまいちだったね。つまらなかったシーンをネガティブに語るっていうのもちょっとな。ポジティブに絶賛は良くない気がするから、いまいちだったねと正直に言ってみる。あー、いまいちだったよね。いまいちだったかも。おー、いいのかな。あ、かわいい。そうそう、カンタさん、今日映画でいいシーンがあったんですよ。ふむふむ、どこどこ？子供が親に謝るシーンとか。あー、つまんねって言ってたとこじゃないのこれ。なんだこのシーン、つまんねー。あー、そのシーンか。そのシーン、僕も良かったと思います。高砂ちゃんらしいですね。自分の好きなシーンを語る。そのシーンこそあの映画のガンだと思う。自分の好きなシーン語ってみる？なるほど。僕は、サングラスをかけた犬のシーンが良かったね。え？あのシーン？あのシーンは実に素晴らしかったよ。趣味が合わない。そんなシーンでしたっけ？これダメそうだな。これ次誘ったら断れんじゃない？こちらこそ昨日付き合ってくれてありがとう。おすすめの DVD 教えてもらえません？そうだな。オスの誘惑って見た？それはどんな映画なんですか？まだ続くんだね。いや、ストーリーは喋っちゃダメでしょ？実は僕もまだ見たことがない。要点だけ言ってラストに期待を持たす。C！ あれがこうなって、それがこうなって、これがそんな感じで。結構面白そうでしょ？うん、面白そう。最後にどんでん返しがあるんだ。そんな言い方するとすごい気になります。それ借りてみます。いいじゃん。休日も映画ばっかり見てました。ふむ、だから全然友達もいなくて、たまに一緒に映画に行ってもオタっぽい発言したって白い目で見られるし。ふむふむ、私ってダメ人間ですよね。いや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 、もう付き合えばいいじゃんこの二人で、ダメ人間同士ね。僕は君と映画の話してると楽しい。学生時代彼氏はいたの。それはよくないよ。ダメなことないよ。君と映画について話すの楽しいし。本当ですか？本当だよ。高砂ちゃんは僕の知らないこともいっぱいしてるし。お、面白かったと。また連れてってくださいね。うん、喜んで。ありがとうございます。よかったんじゃないこれ。結構仲良くなれたな。次はもっと仲良くなるぜ。エンド。映画、演劇、ゲームなどにハマっている女の子、その趣味があなたと同じものだったら意外とうまくいかないことも多いようです。今回のポイントは大人の対応です。己の知識をひけらかしてお互い上から目線で話をしがちですが、一歩引いた大人の対応で彼女との会話や時間を楽しく演出しましょう。同じ趣味の友達としてはまずまずの結果だと思います。趣味に対してお互いこだわりが強い場合はどうしても意見がぶつかりがちになってしまいます。逆に分かり合えないということも多いのでは。女の子を立てるのか。一回ちょっと終了して次のやつが出たかどうか。あ、出てるね。買い物編、なんか今までで一番大人っぽい人が出てきたぞ。一緒に買い物でおごってあげるみたいな感じかな。
ちょっと高砂ちゃん可愛いからちょっとガチでやってみようか、もう一度。とりあえず、ポップコーンは機嫌よく怒ってもらいましょう。お、ありがとう。ここはお言葉に甘えて怒ってもらおうかな。好きなの選んでいいよ。じゃあキャラメルバナナ味が食べたいな。お、美味しいですよね。買ってきます。そっか、ちょっと相手にね、別にこう付き合ってるわけじゃないから、ちょっとおごらせて、まあちょっとなんかお互い対等な関係みたいな感じなのかな。まあ携帯の電源はオフでしょうから、確実に。で、カップルを注意するとこですね。スキップしてやってるけど、注意しましょう。これすいません、少し静かにしてもらえませんか。あ、すいません、自分うるさかったっすか。すいません、ありがとうございます、カンタさん。おーで眠くなっちゃうと。あー、ちょ待って、連打しちゃった。お母さんって言っちゃった。連打怖えな、これ。これ高砂ちゃんって言った方が良かったんだよな。まあちょっとスキップして選択肢のとこまで止めるんだよね、これ。どうなんだろうな。お腹、大人なのお腹減ったなのかな。あー、そうだ、お腹減らない、ご飯食べに行こうか。そうですね、つまんなかったってちょっとネガティブ言うのもあれだしね。今日の映画でいいシーンがあったんですよ。ここは大人の対応をするんでしょ。さっきの質問的には、高砂ちゃんらしいなって言えばいいのかな。高砂ちゃんらしいですね。え、そうですか。イエース、高砂ちゃんの、心根の優しさが出てます。それは言い過ぎですよ。いいじゃんいいじゃん、今んとこいいよね。 DVD を借りるとこじゃないこれ。これは要点だけでラストに期待を持たすが確定で、友達がいないってやつだよね確か。これは僕は君と映画の話をしてる楽しい。ここ付き合えんじゃないこれ。付き合えないかな。ポップコーンもおごってもらったし、やっぱ DVD は音量を上げてみないとね。そうですよね、神田さん、この映画面白いですね。下、どういうこと、どういうことこれ。何、こういうの見れんの。え、下画面やばいんですけど、どういう格好で見てんのこれ。え、今の何、映画、演劇、ゲームなどにハマっている女の子、その趣味があなたと同じものだったらうまくいかないこともある。女の子から趣味が同じで気が合う人と思ってもらったようですね。もしくは趣味が合わなくても一歩引いた会話で、無駄に意見をぶつけることなくいい感じで行動できたようですね。全く同じ趣味を持つ女の子と付き合うことはなかなかないかもしれませんが、うまくいった場合はより楽しい時間が過ごせることでしょう。よくわからんけど、なんか映画の DVD 見ながら彼女になんか水着を着せてたよ、カンタ君。とんでもないドスケベだったけど、レトルトはいい一枚絵が見れたので満足ですね。同僚、美容師、映画と来て、次は買い物編か。で、他にもまだ3つあるね。はい、ということで、じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。今回はいい一枚絵が見れたので、レトルト大満足です。